さあ確かにここはちょっとね、あ、ここはすごいですね。グリーンはどちらですか？グリーンは多分ね、右側だと思うんですけど、あの黄色の方よりちょっと右ぐらい、ほぼストレート。まあ、谷はもう100で超えるんで問題ないです。右のバンカーだね、はい、右のバンカーはもう175で超えます。はい、逆にまっすぐ突き抜けたら何ヤードで超えるか分かる？どこのまっすぐですか？ここまっすぐ打ったら、あ、B グリーンだと260ぐらいかな、70とか200。いや、まっすぐだともうね、220であの木の下に行く。ああ、あの木か。そう、はい、だから右を狙わないと、まっすぐ打ったら木が邪魔になってしまいます。はい、アマチュアの人もね、こういうのをしっかりちゃんと測ってコースを攻めてくださいね。ここはまっすぐ打ちたくなるけどね。おお、ナイスショー、ナイス。今のドライバーみたいにこう全部のクラブがこう入ってくるといいんだけどな。バンカーは？バンカーはキャリーで175で超えます。本当ですか？はい、それではなので余裕です。完璧、ナイスショー。もうナイス、出ます。あ、でもこの飛距離計の活用をちゃんと理解して、こう自分なりのこうコース戦略をちゃんと練って、まあ、あの昔あのタイガー・ウッズが言ってましたけど、ゴルフはあの、いや、ゴルフやってる時はね、あのチェスをやってるって言ってたことがあって、要するに自分のボールをどこの駒に置くかっていうね、その置く場所までをティーグラウンドから考えてるっていうところを言ってましたけど、まあ、そういった意味ではティーショットから、落としどころがどこになるのかってところまでしっかり計測して、こう日本でいうと将棋のようにね、駒をどこに置いて最終的にゴールに行くかっていうのを考えながらプレーすると、いろんな攻略ルートが見つかってきます。あー、これはクリちゃん爆当たりしたらクリちゃんでも乗るかもよ。あ、本当ですか？最近爆当たりしますね。これはでもこのコースは面白いね。後ろ足入れて67です。まあ向こうに下ってる感じだからね、これエッジまで測ってた方がいいよね。うん、エッジが62だから、エッジから5ヤードピン。ちょっとやっぱり若干左の木は気になった？いや、あんまりあんまり気にならなかった。けど、うん、そこから前に行ってくれるかなみたいな。ああ、そっか、ギリギリを狙ったのか。はい、なるほど。それは多分上気なんで止まっちゃいます。そうですね、だからやっぱり今アゲンストだしね、グリーンキャリーでよかったかもね。はいはい、さあこれはちょっとなんか近いね。45か50ぐらい。そんなにないでしょ。はい、40ぐらい。39。ピンまで。ちょっともう一回やってみようか。あそこ今開かずにそのフェースまっすぐに打ったんです。うんうん、まあそれ全然いいと思うんだけど、うん、逆にこういうつま先上がりをもっと利用して、うん、インサイドからちょっと上にこう運んでほしかったな。そういう、こういうのはむしろちょっとこうインサイドからちょっと泥っぽく打った方が、うん、フェースに乗っかって球が上がって球止まるから、あと上から入れると当て下くぐっちゃうのよ。こう包み込むようにちょっとこう自分の手であそこにポンって35ヤード投げるようなつもりで打った方がいいね。これで打っとこうな。ちょっとこう泥っぽくなるけど、しばちゃんまっすぐ打ちたいタイプだけど、これは傾斜的にはそういう感じで入れないと上から入れると抜けちゃう。ゆっくりね、低い位置から、低い位置から入れる。うん、ま
どちらかというとそういう方が寄る感じはするね。うん、そう、ああやってこう下くぐるっていうのはやっぱりちょっと怖いよね。自分でこうあそこにちゃんとこう運べるような使い方しないと、当たってどうだとかじゃなくてさ、だから斜面がだからなおさらそうしないと、まっすぐ入れるとちょっと刺さっちゃうからさ。てか全部入りそうだな。 OK、 ナイスパー。クリちゃん、これクリちゃんどのぐらい曲がる？これはカップ3つ分ぐらい。いっちゃうんじゃないですか。カップ3つぐらい。こっち狙うの？こっちです。こっち狙うのね。なるほど。カップ3つぐらいフック、まあ、でフックはフックよね。でもね、多分ね、そんなに曲がんないと思う。ナイスだけど、ちょっと強かったのか。まあ、ワンカップぐらいだよね。曲がんなかったですね。全然曲がんない。今のはどうなんだろう。これカップ抜いてたら入ってたのかな。いやー、でもちょっと強すぎますけどね。ちょっと蹴られてるよな。蹴られてこんなにこうなってるってこっちに。でもやっぱりどうなんだろう。俺自分でゴルフやるときはさ、上から打つ場合は、こういう傾斜がきついところの上から打つ場合はこっち側の入り口手前から絶対抜いたりするのよ。これ下から打つ分には絶対抜かないけど、だからフックラインとかも。すごいフックラインで旗がこうまっすぐ立ってると右側の入り口が狭いから、はい、こう入り口狭い方から入れる傾斜の時には俺は必ず抜くんだけど、あ、そこまで逆にこっちからだと入り口が広くなるじゃん。はい、広い。確かにそっちからの方が。そう、でマスターズの選手も結構抜いてましたね。そうで、マスターズぐらい傾斜があるともっと影響あるんじゃない。だから今のはちょっと入り口が狭いから蹴られたって、可能性もあるな。さあ、ここ名物ホールですね。120の打ち下ろしが入れて115アゲンスト。9番で。これどういうグリーン？右が高くて左がこう、右が高い、右が高い。ナイス、ナイスショナイス。ここはグリーン乗らないと OB なんでちょっと難しいですね。手前は全くダメ。これはいいね、このコースは。さあ行こう。これはグリーンさんどう？どのぐらい曲がる？これですか？うん、ちょっと見せて。これは左に、ね、これも曲がりそうだけど、マナちゃんこう来た時に、これはね、クリちゃんね、めちゃ練習になりますね。グリーン周りになりますね。クリちゃんだとどこだったんだ。クリちゃんあんま曲がんないだって。これ多分クリちゃんほんとね、距離合わせたらね、1メーターぐらい曲がるよ。こっちに行っちゃうとどうですか。そう左に行っちゃうとどうですか。私の方が曲がるよ。でも、私も曲がる。うん、そうね、1メーターぐらい曲がるね。ですよね。真横から入れたいぐらい。ちょっと強かったのか。ちょっと強かったね。ってことはもうちょっと膨らませなきゃいけないってことだよね。
んじゃないこれ。あら、でもさ、本当全部入りそうですね。今のもちょっと紙一重だもんな。本当うまいですよね。本当うまい。ナイスパー。ナイスパー。いやー難しかった。絶対ここに誰かいたもん。さあ。ここもちょうどまあ一本木がフェアウェイの真ん中立ってますけども、あの右側の木一本立ってるところまでが198です。あ、どっちの木ですか。あの右、あれね、でかいのがね、結構ね200ヤード地点でかいのが立ってるの分かんないでしょ、ここだと。そう、真ん中の方、右側の木が、あ、な、横並びだから200ヤード地点にちょっと邪魔な木が2本立ってます。よいしょー。ベストじゃない、ベストだね今のは。なんかこう、なんかどもんなかったね。やっぱこう緩い、手も握力も緩く、ま、そう、グリップがちょっと強すぎるんだと思うよ、うん、よいしょー。おー、ナイス。大丈夫よ。そのあそこに2本立ってる木がさ、ティーグラウンドから見るとさ、そのコースのど真ん中に立ってるようにはなかなかやっぱり後ろの木が邪魔してやっぱり分かりづらいけど、でもやっぱりこうちゃんと計測すると、逆に200ヤード地点っていうのは多分一般のゴルファーさんからすると最も邪魔なところに多分あるんだよね。だから逆に言うと、そのドライバーが飛ぶ方はその右の木の奥の林までをちゃんと計測しなきゃいけないし、手前の木が200ヤードってことは逆に本当に200ヤード地点だと木の根っこになる可能性もあるわけじゃん。そうするとこのフェアウェイがこのように左側に傾斜してるから、200ヤード届かない180ぐらいのクラブで右側にボンと打っとくと傾斜して右の木が一切関係なくなる。その残りが150ぐらいだから、逆に言うとここは例えばもうセーフティーに右側に180ぐらい打っといて、セカンド木が邪魔にならないように打つっていうのも一つの方法だけど、でもこれ見ると結構ねこの木ね枝もあるし邪魔なんですよね。だからここは意外とティーショット狭いよね。だから200ヤードだから210ぐらいのクラブで逆にこの木の先まで行っちゃった方がいいかなって感じするけど、でもクリちゃんほら見て分かったようにもう右側にこのホールは行きましょう、左 OB だからね。あそこにちゃんとバンカーがあるじゃん。だからちゃんとこうコースってこうやって考えられて作られてて、そんな簡単にこう攻略できないようになってる。だからもっと飛ぶ選手は逆に言うともうこの左のコーナー思い切って打っていかないとこっちはもうほぼ突き抜けちゃうから、だからここは実はすごい狭いホールだよね、うん、この木こう見てもらえない、こんなところにこんなフェアウェイのど真ん中にこの2本、これがもうすごい効いてるから、これ木に当たる可能性があるから当然こっちを打つと左 OB でしょ。だからまあこのホールを絶対僕が例えばもう絶対パー取りたいって思ったら僕はアイアンでここに打つ、この木の距離が分かってるだけにね。だからこういう攻め方もこのレーザーとか使いながら攻略をすると自分の技量に合ったプレーの仕方がちょっと分かってくるので、だからそういった意味でこのテクテクテク使ってこうプレーを全部こう自分で考えながら計算してやるのも面白いですということで、寒くなってきましたけども気持ちは元気に、ピンまで116の打ち下ろし入れて109です。まあこれだけ寒いとちょっと飛ばなくはなってきてるからね。ですね。まあでも左足。うん。クラブ P9。9。9。9でしっかり鍛えてる。はい、9でしっかりで。いいですね、ピンまっすぐ向いてますね。でかくないね、うん、やっぱ左下がりの分だけちょっとダウンスイング向かっていったね。
今のはこういう傾斜で強く打たなきゃと思ってこう強く打っちゃったね。そんな感じするでしょ。ちょっと上から張りすぎたもんね、はい、今のはクリちゃんこう左足下がりでこう上からこう強く打とうとするとクラブが上から入りすぎたちょっと薄い当たりなんですよ。さあひばちゃんここいいとこだよ、はい、まだマスターしてないけど頑張ります。うん、75。さっき3度でポンってやったとこと一緒じゃん、距離じゃない。でもそれよりはちょっと距離あるようには見える。うん、見えるけど実際は75。よし、うん、右側に落ちるし、うん、これショットじゃない、うん、これショットじゃない、うんうん、ポーンと押さえてもうピンの根元手元手前にポンと落ちればもうぴったしだよ。うん、なんかようやくなんかちょっと上手い人に見えてきた翔太園が。そういう感じでゴルフやってほしい。なんかそういうなんかアプローチだよこの距離は。今のだったらなんかこうなんかこう寄りそうですよね。これをさ普通に構えてさビュンって振ってたらさゴルフ知らないのかなって思っちゃうよ。ああやってこうなんかこうライン出しっぽくポーンってアプローチだったら距離感も合わせやすいし、これ振ったら届かないと思って50、逆に3つの51度とかでさ、はい、ポンって打つよりかは3度で当てるとか、はい、で抑えて、うん、そうそうそう、それでキャリーが今74してるわけだから、はい、だから3度でアゲンストでもあと抑えれば74もキャリーできるんだっていう情報一つ覚えておかないといけないよね、はい。今のはなんか上手い人、今のは上手い人、うん、普段のはちょっとなんか普通のただ上手いゴルフのゴルフが上手なお姉ちゃんって感じ。そう、やだそれは。やでしょ。今のはちょっとプロっぽかった。だってこれどう考えても邪魔だもん。はい、ここ関係ないね。うん、まあナイスタッチ、ナイスパー。左打ちぐらいか、うん、カップ外せないぐらいだね。ナイスバーディー。今のはいい感じだった。パターとかアプローチいいけどショットがダメだわ。ショットダメでもパターとアプローチだからスコア出るじゃん、はい、ショットなんかはさいい時もあれば悪い時もあるのよ、はい、だから問題は例えば今のセカンドみたいにチャンスホールをきっちり取れるかどうかだから。だって70ヤードショットいい悪いとかないじゃん。180ヤードだったらショットが悪い時は乗らないかもしれないけどさ、はいはい、70ヤード の時のショットの良しだしとかじゃなくて70ヤードどう打つかだけの話じゃない、はい、で寄れば今みたいにそうバーディー取れるわけだから、うん、でショット悪かったってアプローチパターだけどボギー打たなくなるわけだから、大事なのはやっぱりアイロングの3打目とか今みたいなところでしっかり1個2個ちゃんと取って、はい、でちょっと難しいところでボギー打っても、うんうん、まあ OK みたいな感じにならないと、はい、なかなかやっぱりアンダーでは常に回れないよね、はい。